タンを押してください。よし、 OK。 さん、こんにちは。ねねです。父です。ママです。今回は無印ママです。無印良品の札じゃないや、無印良品の会食を買ってみたいな、買ったものを紹介します。イエーイ。さあ、まずはすごいいっぱいあるんだけど、はい、お菓子系からいこうかな。イエーイ。まずはじゃん、わっ、わー、キキが買ったやつ、あスナックチョコ。これ確か2個あった。あ、そうなの。これ2つ買った。あ、ほんとだ、これを2個。2点。さあ次はこちら、フライドミックスベジタブル。すごい名前だね。すごい名前。あの野菜をね、揚げて作ってあるやつ。かぼちゃ、じゃがいも、人参、インゲン、野菜チップス。食べてみる、うん、どれがいい。ねね、これがいい。じゃがいも。あ、じゃがいもは美味しいかもね。ポテチだもん、ポテチ。キキ、人参がいい。お、マジ。じゃがいも美味しい。マジ。ママ、かぼちゃ。人参食べてる。人参も食べてる。パパ、おいしい。うまいね。うん。おいしい。人参も食べる。おいしい。あれ、人参どこ？人参、あ、待って。野菜苦手なねね、キキでも食べれるね。あ、人参も結構うまいよ。大根はない。これじゃがいもだよ。じゃがいも。かぼちゃ食べてみようかな。かぼちゃ食べる。かぼちゃね、めっちゃ嫌いだよね。食べれるかな。まあ食べる。どう？うん。味しないな。ちょっとだけ味全然しない。あ、でもなんか後から結構味が来るよね。おいしい。おいしい。じゃがいもはおいしいよね、一番ね。オッケー。オッケー。次いきまーす。オッケー。さあ、これはなんだ。素材を生かしたスナック。トウモロコシ。ママ、キキが買ってんの。そう。化学調味料を使わずに素材を生かして優しい味わいに仕上げました。すごい。トウモロコシの味がするのかな、まんま。パッパパパー。パッパラッパッパー。やらせて。うん。中な。ほほほ。頑張れ。ふんって。できない。よいしょ。パキだ。パキだ。匂い嗅いでる時におならした。ねねだよ。匂いなんかこんな感じ。うまい棒っぽい。おいしい。トウモロコシの味する？うん、味しない。しない。素材の味を生かしてるらしいんだけど。しない。うまい棒のコーンポタージュの薄味バージョンって感じ。体に優しそうな味がする。次出しましょう。はい。次は、あ、チップスだ。ポテトチップス塩味。キキが買ったの。キキが買ったの。フランス産のジャガイモだって。フランスのジャガイモで作ってるんだって。一回食べてみる。これも食べてみる。このじゃあさ、食べればよかったね。一番好きなの。あ、これ？これ食べる、これ食べる。わあ、おいしそう。うまい？あ、おいしい。そんな感じ。
ザギザ系だね、うん、塩が優しいなんか塩加減。ママ、うん、パーティーしてみたいな。パーティーでもこれこのスナックチョコも開けてみます。イエーイ。あら、上にあるね。うん、チョコ大好きだもんね。私の恋よ、私の恋よ。いや、なんとねねとキキが買った。何それ、何それ、忘れた、忘れた。マシュマロ、そうそうそう、マシュマロとか量り売りのお菓子、すごいいろんな種類があってね。見た見た、それを選んで買ったんだよね。ねね、結構渋いの買ったんですよ。丸一、卵。丸2、鳥の産んだ卵。丸3、ひよこ。正解は、丸鳥でした。卵だよ。うずら。なんだよ。うずら。うずら買ったろ。そう。なんでよ。何が？しびいでしょ。しびいでしょ。絶対うまいよ、これ。丸菓子でした。何？丸菓子、丸菓子。丸菓子？え、丸菓子？何それ、うん、おかきじゃないの？丸菓子って言った。あ、なるほど。また何？これはあれだよ、トマトおかきだって。トマト味のおかき。トマト、トマト、トマトおかき。あとは？あとは、あ、うずらも写しとく。これが買ったうずら。トマト。あとは？これな、これ何？これラムネ。そう、これ何味なのこれ？これ確か、いちご。これがいちごとぶどう。それ何？これなんかいちごジャムクッキーだ。いちごジャムクッキー。え、ちょっと見して。多分いちごジャム。違う、リンゴジャム。リンゴジャムね。いろいろここにね、商品名が書いてあるの。ほら、リンゴジャムサンドクッキーだって。ママ、リンゴ。あ、あとこれ何、これ何、これクッキーか。これはキッキーも書いてオレンジとショコラのクッキー。オレンジ、これがオレンジで、これがチョコ、ショコラのクッキ ー。変わったものが多いよね、やっぱね、無印って。これは、それは何味、ココアとバニラのクッキーです。あ、それ絶対美味しいやつ。めっちゃ美味しい。絶対美味しい。食べたの？食べたことないけど。じゃあこれが、それはごませんべい。ごませんべい超美味しそう。私ごませんべい買ってないです。これ何、キキ買ったやつ。おせんべい、ネギ味噌せんべい。渋いさ。渋いね。これはマシュマロちゃん。これはマシュマロ。マシュマロちゃん。これがチョコマシュラ。ピクミンちゃん。グミチョコレートだって。チョコの中にグミ入ってんだ。グミだって言って。食べれるかな。で、これがねねと同じ。そうそう。ココアとバニラのクッキー。そうそう。あとは？違う、ショコラとバニラで。え？ココアだよ。ショコラだよ。え？ショコラ？ココアだよ。でしょ？ココアだよ。あ、これもちょっと変わりだね。味噌とチーズのサブレ。お味噌。味噌チーズだね。小豆と練乳のクッキー。これ絶対美味しいじゃん。これも同じキキ。ほら。あ、同じだね。ラムネは同じ。ブドウといちご。いちごといちご売ってるよ。これは何？エビマヨネーズおかき。エビマヨ買ったの、キキ、うん、食べないの。渋いじゃん、うん、こんな感じで。で、これは、あ、これはシンプルに醤油せんべい。2人1個ずつなんか食べてみる、うん、なんか1個選んで食べよう、うん、これじゃあ神様に決めてもらおう。どちらにしようかな。パパいわピクミンの言う通り、ぶどう。ぶつきはグミチョコ食べます。この中に入れてください。食べれるかな。キキグミあんまりじゃない。これどうかな。久しぶり。久しぶりだね。うまい、うまい、うまい。ここは絶対美味しいよね、ホワイトチョコ、うん、イダースのホワイトチョコ大好きだもんね。やっぱり入れないわ。
あんまだったね。やっぱグミが苦手なキキにはあんまだったね。ねえ、これ1個食べてみて。グミ好きには美味しいかもしれない。ガブッと食べてみて。次はこれはママが買いました。抹茶とかのこのケーキ。かのこって何かわかんないけど、なんか小豆っぽい、こんな感じです。じゃあ次いきます。それはネネが買った、はい、じゃん、ピスタチオ。ピスタチオ、ピスタチオ、酢のまま殻付きピスタチオ。ありのままってことね。あります。ママまだいっぱいある。まだまだいっぱいあります。次はこちらです。じゃん、フライパンで作るナン4枚分。あ、お水だけでできるんだ。つなげて8枚ね。これ今度さ、ねねとキキで作ってみようよ。ね、じゃあ次。あ、これはママです。ちょっとずっと気になってたカレーシリーズ。バターチキンとプラウンマサラっていうエビのクリーミーカレー。昔パパとよくね、インドカレー屋さん行ってるときこれ食べてたの、プラウンマサラ。そう。なんか懐かしいなと思って買ってみた。食品は以上かな。食品以上ですか。あー、やったー。ボクちゃん可愛いね。じゃあ次はねねの大好きな文房具いこうか。何買ったの文房具。こちらです。プラスチック消しゴム。そう、触ってごらん。硬い。ジャジーン。ジャジーン。プラスチック黒消しゴムです。はい、次いきます。これはなんだ。マイトートバッグ、撥水縦型畳める。これパパ買ったの。おいらおいらねね買ったの。あはははは、誰もだーそらーこりゃあはははは。道場行っときますか。そうボクシングの時に。あ、すごいじゃん。ここにペットボトルが入るポケットがしかも2個もあって、あ、中にもポッケがあるね。よし。あ、クロちゃんとクロちゃん同じだから。さあ次行きます。はい。こちらは、上履きで。これは小学校の靴を入れるのに買ったそうです。上履き。これはハンドシュレッダー。これパパ？そう。すごい、うん、何これ？シュレッダー？そのまま。ハンドシュレッダー。え？どういうこと？手回しでシュレッダーになるやつ。え、回すとこあんの？うん、調べて。後ろに書いてある。調べればわかるそうです。次は、これ。爪磨きと爪やすり。食べてみる。食べる。これです。キキは面白いこと言ってた。これお菓子かと思って食べる。確かにチョコに見えるかもしれない。ね、ステンレス折りたたみ爪やすり。これも爪やすりやって。以上です。以上です。で、ママあと化粧品関係をいっぱい買ってきたんですけど、また別の動画で紹介とメイクしながら動画作ろうと思うので、はい、こちらを見てもらえたらと思います。はい。はい。また見てね。